ボールの戦争じゃなくて自然のバッグって寝ないよ。高めを打つときさ、寝ない人ってこうなるよ。立てたまま振ろうとするとこうなるよ。高め振るとさ、自然にこう振るこのバットの寝る感覚でストライクゾーンもこうやって寝る。そういうことは同じじゃないですか。高めってこうやって振れば振るほどバットがさ、こうやって出前持ちになってくる。ここで出前持ちになるとバットのストライクゾーンの軌道が良くなる。これ高めばっかり掘るよ。はい、高めばっかり高めを叩かないで、普通に目線でライナーでもいい。そう、きれいに地面に対して水平に触れてる。そう、その感覚で触れよ。そうやって触れた。で、フォンターナが言うと低めを振るときも今のねレベルスイングを変えないで低め振ってごらん。そうすると膝曲げるしかない。膝曲げてごらん。そう。はい。こうやって低めを自分の高さを変えて振る練習をすると、下半身のリードでうまくこう調理を合わせる人間って。でも高めばっかり打ってるとさ、膝の高さずっと同じ高さで振れるじゃん。それも良くない。たまに振れる。高めさ、こうやってさ、バット立ってるじゃん。立つよね。なるよね。低めも一緒だよ。で、良くなるのはこうなるやつ。これ寝ない。そうすると今バットがこのまま打つとこういう寝方をする。低めも同じように打ったらこうやって同じように立つ。なぜかというと立って振ってもちゃんとバットが寝て脇が開いて振ってしまったらまた同じこう再現だから、だから同じ何回もやってる。だから基本的にはこうやって動いてる中で投げて、こうやって打ってる。こうやって動いてこうやって。最初のあった肘の位置に振って終わってもまた戻るって。それが一番これ三角形が崩れてなくて、崩れてるのはここだけだから。いいよ。そういう意識でティーをやったらこういう自然な動き、片手でバットが脇が開いて打ってまた立つ。そうすると体だけ戻せばまた元の位置に戻る。同じ片手で打っても同じように立つやん。で、これって自分で寝かしてるわけじゃなくて、体がこうやって強くキュッと回ったらバットって寝るんです。自然にこうやって早く動く。早く行きながら、その時に下半身主導じゃなくて手が主導して出るとこういう寝方しちゃうんです。ここに寝るのとここに寝るの違うよ。だから行きながらバットは寝ていく。